い、ガンブーツ。あ、やい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 や、よいしょ、タッチ。どうも皆さん、おはこんばんにちは、オットジャです。単発実況インフィニティランナー、無限の走りみたいなね、無限走るやっていきたいと思います。ストーリーモードでゴー。エンジニアデッキセクター01難易度ノーマル。はあ、でこのゲームどんなゲームなのかっていうと、なんかある主人公が変な船に閉じ込められていたのか、でそこから脱出するために走りまくると、で障害物を避けて先に進まなきゃいけない。結構早いんでね、皆さん一生懸命ついてきてくださいね。行くぜ。見てからこうどんなゲームなのかね、分かりやすいと思うので、ロードがちょっと時間長いような気がする。はい、で皆さん、今回この単発実況を、うまくいったね。ほら起きな。まったく、いつまで寝てるんだ。おはようございます。起きるんだよ。今回この単発実況は生放送でやっております。おる、このままだてめ、よし。わけわかんないって思ってるだろうけど、こっちを信用するしかないわ。そうだな。さあ、まずは走って。走れ、インフィニティワーナースタート。くそ、もう警備兵が。片付けて。ほーい、よっしゃ、ふい。すげえレーザーみたいに出た。 SF かな、トリエ。俺裸じゃない。は、走ってる走ってる。どうやら少しはスイッチが入ったみたいね。ほう、だけどこの先はそう簡単にはいかないわ。あ、そうなの。走ってます、走ります。あー、右、はい、右スティックで視点を移動できると。で角来たら左、止まってしまうとダメなので。いい、ターゲットに意識を集めれば、そいつの弱点を見極められる。わかった、走る。これ今走ってるの。わーお、 R1 マルト、うん、怪しい。チェックポイント。レーザーがある。スピードを殺さずに下をくぐり抜ける。下をくぐり抜ける、はい。レーザーが、あ、来た。 L2、 うん、あ、左、よし。あ、 L2、 はい。あ、右、チェックポイント。あ、左。次はレーザーの上を飛び越えるのよ。飛び越える、レーザーの上を。 R2 でジャンプ。お、左、あ、ジャンプで左、オッケー。反射神経だな。どっちでもいい、左。ハンターハンターであった。人間は右左選べるときは左を選んでしまう。何、あ、なんだそれ、ファイル。おーっと、ゲット、オッケー。左、右、右、この変なの集めなきゃいけないな。左、左、あ、右、あ、左。反射神経ゲームだな。み、お、はや、あ、右、右、右で左、左。まだまだいけるな、余裕じゃないか。走るんだ、よし。お、なんだここは。お、ポチッとな。よくやったって言っていいんじゃない。脱出できた人ってほとんどいないから。まあ、ほとんどあんたにやってるみたいに手助けしたってわけじゃないけど。あ、まあ、とにかく、その、私はライリー。とりあえず今はそれだけ知っててくれればいいよ。まあ、助けてくれてありがとう。おお、ここではスクリーンショット撮れません。はい、次のセクターへ移動。丸ってな感じでね、こう失敗しないようにジャンプ。走って、さあ走って。ははは、早くない？しゃがみ、あと左右みたいな。オッケー、もうやることは分かったぞ。うん、 R1 三角、うんって、うわ、私に触れるな、いくぜ。ああ、左、レーザーよ、レーザー。あ、ほ、オッケーで左、あ、ジャンプ、右、うん、あ、ファイル、
あ、右、あ、ファイル、真ん中、左、なにこれ、お、なんか変なのがあった、あ、しゃがむ、右、はい、ジャンプ、はい、左、はい、しゃがむ、左、あ、取って、右、やった、やれると思ってた、せやろ、ああ、そういえば、右、船内では燃え光る穴や湧き出すガスは、何それ、でかい亀裂も飛び越えることになると思う。どんだけ、もっと早く言っとけよって、そうだよ、もっと早く言っとけよ、左、真ん中で、はい、右、左、よし、おーん、オッケー、あ、大丈夫なの、あーん、頑張んない、よしよし、左、右、うん、丸ワン、四角三角、終わった、うん、よし、あー、なんだ、今度はくれ、あー、ジャンプ、うあ、もう一度ジャンプ、真ん中、はい、右、右、EX ライフ、あ、よっしゃ、マム、オッケー、右、真ん中避けて、左、右、あっ、いって、左、左、チェックポイント、ジャンプ、しゃがむ、うわ、あ、なんかこうやって、おお、しゃがんでもいいな、右、左、ジャンプ、なんかゲットした、あ、右、しゃがみます、左向きます、左、はい、敵ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、フォー、トゥー、よいしょ、うい、弱すぎる、ジャンプ、右、しゃがみながら右、あ、食らってる、右、オッケー、早すぎる、ふう、それじゃその場所について少し話そうか、そうだな、あ、待って、あ、敵来てる、音声信号を遮断される、そっちがそう来るなら、さ、なんだ、さ、どう、聞こえるでしょ、ああ、で、何の話を、あ、そう、その場所ね、そうだ、そこはインフィニティの中、インフィニティの中、いわゆる二重探査線、目的はバイ宇宙を探査して移住するんでしょ、多分ね、適当だな、おい、ね、あんたの頭の中で回ってる疑問の答え、あんたは人工溶液の中で30年も氷漬けにされてた、なんだと、なんかフォールは、まだ凍えるのよ、あ、まあ、すっぱだかのせいもあるけど、すっぱだかなんだね、やっぱり、これで少しは分かったんじゃない、そうだな、いや、何も分かんないよ、ちょっと、もう少し詳しく教えて、はい、セクタークリア、次行きますか、どんどんクリアしていけば、なぜここにいるのか教えてくれるわけだな、あの女の人が。うん、すごい髪型してるよね、確かに。さあ、行くぜ。あ、やばい。ちょっと。か、お、お、なんか、エイリアンの声聞こえないか、どっか行った。あ、いた。うわ、死んでる。一体どうなってんの、一体どうなってんの、かみ回らない方がいいわ。まあいいや、とりあえず走るだけだ、俺にできることは、右、あー、なんかステージ変わった、あ、左、早くね、ほ、右、右、あ、左、左、おー、びっくりした、なんで、うわ、いってぃ、あ、死んだ、3、2、1、あ、スタート、右、急に知らないパターンが来るな、はいはい、右爆発、じゃあ左爆発で右爆発、はい、チェックポイント、左、ジャンプ、うん、しゃがむ、うわ、食らっちゃった、あ、左、右、右、さあどう来る、あ、敵、R1、四角三角、トリア、緑色の血なんだけど、しゃべるみたいだね、人なのか、プレデター、右、ファイルゲッチュ、まっすぐ進んで、どこだ今度は、
はぁー、これむずい。左来たな。右、左、あ、真ん中、あ、取れた。右、チェックポイント。どうなってんの。おぉ、右、あんまなんか分かりづらいんだよね、暗いし。おぉ、R1 四角の三角で、あい、丸なんです、L1。よっしゃ、弱すぎるぜ。OK、なにこれ、なにこれ、あ、ジャンプ、ジップラインをつかむ、なにこれ。おぉ、左、ジャンプ、はい、ジップラインで、右、左、左、右、あ、降りて、右、ジャンプ、はい、右、忙しい、左。さて今度は爆発は来ない。左、そのセクターのエネルギー値が乱れてる。何エネルギー値って。もしかして。いや、なんだって。あ、なんですか。おお、力がみなぎる。おお、なんか急に速い。落ち着いて聞いて。驚くのは無理もないけど、はあ、本能の赴くままにしたら。むちゃくちゃ言ってたな。ちょっと左、なんかすげえ獣状態。おお、強い。勝手に倒してくれた。その姿の間はより強くしなやかになれる。おお、警備兵なんて目じゃない。すごい。もう少しで切れるんじゃない。なんかゲージがなくなってってる。左、右上か。はい、お、危ない。よし、しゃがん、よし、右ジャンプ。あ、なんかあったな。取ればよかった。チェックポイント、左、ジャンプ、ジップライン。あっと、あんまり取れなかった。よし、しゃがんで、右向いて。あー、来ましたよ、左の右。あ、ちょっと食らった。よし、はっはっ、あー、え、あれどうすんの。ジャンプか。左向いといて、ジャンプ。食らっちゃうって。どうす、しゃ、あーん、ちょっと何のヒントもなしに上登んなきゃいけないから、あのまま進めないから。完全に初見殺しだな。右でジャンプっぽいね、あそこは。まあ最初からかやってるんじゃないか。さあ行くぜ。いっちゃったりますか。どうなってんの。一体どうなってんの。かみ回らない方がいいわ。急に難しくなったね。ほ、はいはい、はい、よし。で、こっち、壊れたとこジャンプ。いや違う。じゃあどうすんのあれ。しゃがむ。ダメーン。ここが進めない、ここが進めないって。ちょっと待って、冷静に。ダークちゃう。わかんない、わかんない。なんだ。うわぁ、しゃがんで、右、もうちょいか。ほっほっ、きたー、ジャーン、オッケーみんなありがとう。左、まっすぐ進むだけだ。ジャンプ、左、なんでやん。どこから、そこから、そこで左で、はいはい、しゃがみます。オッケー、右、いやごめん、左だよねクリア、ありがとう、みんなのおかげだな。タッチ。ぶっちゃけあんたは狼人間ね。あ、そう、ちょっと待って速攻で言われた。見て、人として生まれながら、はあ、意のままに神秘的な獣に変化し、お、行く手を阻むことを全て破壊し突き進む、とっても強力な
特技ってとこかな。そうなの？テランカウンシルっていうのはインフィニティの持ち主、銀河系の大半を支配してる。彼らはあんたみたいな力がある人に目をつけ、その研究を始めた。つまり秘密兵器に仕上げるための研究ね。はあ。狼に変異する制御の可能性を探るテストが行われたんだけど、その結果は不安定極まりないものだったわ。あんたのような人の訓練なんて悪夢みたいなもんさ。怖。だから勝手に狼に変異しないよう、必要な時以外は変異を抑える遺伝子発現抑制剤が開発された。あー、でもさっき取ったのは、この抑制剤があればあんたはいつでも狼人間に変異できる。そういうことか。抑制剤なのに打つと変化するの抑制するんじゃないのか。まあまあいいや。よし、もうこれワンステージ、これあれだね。さあ急いで、さあ任せろ、行くぜ、スタート。はい、ジャンプ、しゃがんで、さあ、あ、間違えた、 L1 になってた。ほ、しゃがみます。L1 丸 R1、 後ろからグギャ、おお、なんだ、ドカンはやめて、ドカンは。右に寄ります、右向きます、しゃがみます、ジャンプします、左向きます、真ん中危ない、左、さあどう来る、ジャーン、よいしょ、はい、お疲れ様です。左、左、どっちも、はい、あーあ、あ、時間差だね、随分と。右行こうか、飛べ飛べ、うおー、すげえことになってるけど、ああよし、R1 の三角邪魔です。はい、取って、さあビースト、はあ、休憩、うん、これこれ休憩モードだね、完全にいやー、飛べ、気をつけないといけないな。壁に飛んで、壁に飛んで、壁面を駆け抜けて、え、壁面を、壁を走る、おお、すごい、ビーストモードの時にやらなきゃいけないことが増えた。もう休憩できない。あ、飛んだ、飛んだ、よし、はい、お疲れ様でーす。うわー、痛そう。左、すごい、今ね目かゆいけど目かいたら命取りだな。よし、右、右、こんな、なんだ、で、ジャンプ、ヒヤッで、しゃがむ。もう少しでクリアできそうじゃない？はい、はい、ファイルを取って、左、ジャンプ、しゃがんで、ファイル取って、あー、クリア、いけたね。ふう、どうなってんのかな。さて、さて、このセクターはこれでおしまい。意外と楽しかったでしょ。そうだな、自分が狼人間だと分かったり、寝起きを襲われた以外はね。あー、まあ、じゃあ助けてくれたってわけじゃないか、他の狼人間がいるってことか。エレベーターを船のドックへ回してる。シャトルに乗れればこのガラクタの塊から脱出できるかも。おお、きっと何かしら移動手段があると思う。そういえば、そういえば、手助けしてる理由を話してなかったけど、親切心からじゃない。あんたは大事な存在なの。あんたがいないと、話しすぎかな。そろそろ到着よ。何そのツンデレみたいな、まあ、ツンでも長いか。これちょっと気になるから、もうワンステージだけやろうか。なんかセクターが変わるらしいから、また風景が変わるんじゃないか。
ぼーっとしてないで、ぼーっとしてないで、さあ行け。やっぱツンデレだわ。ああ変わったね、なんかまがまがしいというか、なんかね、完全にやりに来てる感じがする。はい、チェックポイント、はい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 、よし、はい、ごめんなさいね、どいてください。音楽かっこいいね、あいたん有毒物質、あいた、やばいな、体力が一気に削られた。なになになに、おおおー、怖ー、左に避けなきゃいけないのか、むずっ。ほっと当たっちゃった。でしゃがんで横に避ける。右まっすぐ進んでハイジャンプ、あー、狼モード。気をつけなきゃいけないのはちゃんとジャンプをすることだ。前に見えるぜ、ジャンプ。なんだ、はい、ごめんなさい、ガオー、よし、はい、ごめんなさい、ガオー。で、もう一回来るか、え、ジャンプ。狼になっていると正面の壁、正面の壁で試してみる。何、打ち破るってどうするの、前。おお、なんかすごい面白いところに入ったぞ。あ、何これ、取り放題じゃん。危ない危ない危ない。あ、なんかいろいろとぶつかっちゃいけないものが、あー、なんかよく見えないって。ボーナスステージね。あ、痛い痛い、危ない、切れるよ。おお。臓器は全部ある。心拍異常なし。脳みそも湧いてない。まあ、脳みそも湧いてない。電子レンジの中を通り抜けた割には、でかい電子レンジなのかあれ。俺の心拍とか身体データわかるな。上にあった。左。ジャンプ。右。あ、あこれやばいね。はい、はい、しゃがむ、よし、ジャンプ、おお、ジャンプ、もう一度ジャンプ、あ、完全に殺しに来てる。はいはい、あ、ジャンプを2回かな。で、ヘイちゃん、オッケー、よし、ふう、左、ほっと、あー、当たっちゃうな、難しい。なんだこれ、よし、クリア。かつてあんたの種族、かつてあんたの種族は銀河のあちこちに点在していた。他の種族と同じように普通の暮らしをしながら能力を包み隠し、いつかそれが失われるよう願っていた。記録によるとあんたの故郷は太陽系の辺境にある星、5歳の時に捕まってここに連れてこられた。幼い頃から純粋に戦闘のみにフォーカスし、一切の感情を捨てるよう訓練されてきた。それがあんたよ。超かわいそうじゃないか。俺かわいそうなことしか分かってないよ。はい、ということでインフィニティランナー、はい、単発実況ということでね、すんげえ疲れました。でもね、なんか、うん、
一人で淡々とプレイするのはまた面白いかもしれませんね。難しいですけど、基本そのバリエーション変わったりするわけではないから、どうやってクリアしようかな、とは次はこうだなって言って、そのまあ確かに一発クリアは反射神経が必要だけど、そうじゃなくて、まあ毎回トライアンドエラーっていうか、何度でも挑戦できると。ということでね、本日の放送含め、この動画はこれにて終了。次回の単発実況&放送お楽しみに。ほんじゃまたなー。